将棋の新時代が到来？藤井聡太と佐藤隆彦の価値観の違いに迫る、将棋ファンなら誰もが知っている名前、藤井聡太。まだ16歳でありながら、将棋の最高峰である、将棋棋士として、数々の記録を打ち立てて、来た。一方、彼と同じく、将棋の世界で活躍している佐藤隆彦。彼は、藤井聡太とは、違う価値観を持っていると言われている。今回は、藤井聡太と佐藤隆彦の価値観の違いに迫り、将棋界の新時代が到来する可能性、について考えてみたい。まず、藤井聡太と佐藤隆彦の価値観の違いについて見ていく。藤井聡太は、勝つことが全てという考えを持っている。彼は、将棋を指すことが好きであり、勝利にこだわっている。一方、佐藤隆彦は、将棋を指すことが好きという考えを持っている。彼は、将棋を指すこと自体が楽しいと感じており、勝利よりも、将棋の醍醐味を追求して、いる。このように、藤井聡太と佐藤隆彦は、将棋に対する価値観が異なる。しかし、この違いが、将棋界に、どのような影響を与えるのだろうか。将棋界には、藤井聡太のように、勝利にこだわる棋士もいれば、佐藤隆彦のように将棋の、醍醐味を追求する棋士もいる。しかし、最近の将棋界は、藤井聡太のように、勝利にこだわる棋士が増えてきている。これは、藤井聡太が打ち立てた多くの記録が影響していると言われている。しかし、将棋界には、佐藤隆彦のように、将棋の醍醐味を追求する棋士も必要だと考えられる。なぜなら、勝利よりも、将棋の醍醐味を追求することで、将棋界の発展につながる可能性があるからだ。将棋界の新時代が到来する可能性があると言われているが、それは藤井聡太と佐藤隆彦の価値観の違いが、将棋界に影響を与えることが考えられるからだ。藤井聡太のように、勝利にこだわる棋士も大切だが、佐藤隆彦のように、将棋の醍醐味を追求する棋士も必要だと言える。そこで、将棋界においては、藤井聡太と佐藤隆彦のような棋士が共存することが、望ましい。勝利にこだわる棋士もいれば、将棋の醍醐味を追求する棋士もいる。それぞれの価値観を尊重しながら、将棋界を発展させることが大切だと言えるだろう。将棋界には、まだまだ発展する余地がある。今後も、藤井聡太と佐藤隆彦のような棋士たちが活躍し、将棋界の発展につながることを、期待したい。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。